岩田カレンは、日本の女優であり、女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバー。愛称はカレン。宮城県仙台市出身。2016年4月からホリプロ所属。2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2014年、2016年、AKB48 卒業後は舞台を中心に、活動。詳細は、 出演の不死を参照されたい。2018年、2019年、2020年好きな食べ物は、豚足、ホルモン、スコンブ、萩の月、笹かまぼこなど。AKB48 加入前からミュージカルスクールで舞台を経験し、舞台女優を志望、ブロードウェイの舞台に出演することを目標としている。自身が出演した、萩の月の CM 完成発表会で、 同席していたタップダンサー熊谷和則と共にタップダンスを披露したことがある。ギターの弾き語りができる。目標としているアーティストは吉井和也と沢田健二で、好きなバンドはドーズとスパイエアー。好きなアニメ、漫画、小説は銀玉、青のエクソシスト、ギャグ漫画ビオリ、ベルゼバブ、鋼の錬金術師、バクマン。ワンピース。 AKB49 恋愛禁止条例、リュラララ。僕は、友達が少ない、進撃の巨人など、多数ある。特に、銀玉の大ファンで、同じく、銀玉の大ファンである、三玉尾と、意気投合する仲だった。声優の大林隆介と、父親は、仕事の関係で信仰のある関係だった。 岩田自身が大林と初めて会ったのは2012年6月23日で、声優の仕事について多くのアドバイスを受けたという。自身の加入以前はバラエティ番組で活躍し、キャプテンとして尊敬されている高橋みなみに憧れ、いつかはキャプテンとして務め上げたいという志望もあった。Google における AKB48 グループの部活動では、 軽音部に所属していた。兄弟姉妹はおらず、一人っ子であることを、自身のブログで明かしている。長らく、ビリーという名の犬を飼っていたが2019年11月2日に15歳で、死去し、2020年より、トノという名の芝犬を飼っている。研究生、シアターの女神公演チーム B5 ステージ、シアターの女神公演チーム A6 スステージ。 目撃者公演チーム K6 ス,ステージ、リセット公演チーム4日ショートトンステージ、僕の太陽公演、篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A、ウェイティング公演チーム A、恋愛禁止条例公演チーム A7 ステージ、MT に捧ぐ公演太字は主演。太字は主役。出演がなくなったもの。ありがとうございます。